いや、やっぱ緊張しますね。はい、はい、あんまり緊張しないですね。昨年札幌のプレゼンターの時は、なんかあと新聞っていうか、ネットで見たんですけど、20万かけます。そうなんですよ。その時は、たけさんが乗ってて、5番ってやったんですけど、たけさんが渡して買ったら、20万円かかる。たけさん20万円かかる。やっぱりね。でも、もっとすごいのが買ってます。おー、いいね。自慢が入りましたね。言えないってどういうことですか。花塔なんですよ。おお。言えないです。はいはい。で今日もあの純子さんに会って、あの僕何かあるの？何かの？はい。言ったら僕3番のファですって言ったら、さすが花塔だね。ああ。花塔だねの後に何か言ってませんでしたね。言ってないですよね。考えられません。本当ですか。あ、いい番組になります。グリーンチャンネルと競馬の達人の番組になります。それで、結構は来てるんですけど、今振り返り中に、あ、ごはんは来てるんですか。いや、もう、もう、ご覧から来てるんですよ。皆さん見たいですよね。見たいまあ、もう本当に今もっとお話しいただきたいので、日記があれば、ぜひ私も見たいと思います。もちろん後ろに出ればいいです。急いで行きますよね。なんか来てたら寂しいんだよね。そうですね。2、3人で出たいな。じゃあ、ベンさん仲間とかも、もうね、熊西やってる、方もいるんで、オートレーサーの、競馬好きな方多くて、多いです、堀選手は25期という、同期多いですね、競馬好きが。そうですね、多いですね。若井をはじめ、遠藤さんも好きだし、で、普段競馬の楽しみ方、花道といいますか、馬券の種類はどういう馬券買うんですか。僕はもう3連単1本です。3連単フォーメーション、こういうのです。フォーメーション、で、穴馬を見つける。そうです。大体軸は、1頭から3頭になって、もう3着にはかなり6頭とかできますね。6頭とかかなと。まあ、僕は、じゃあ点数はちょっと多くなっても、大きな網を投げて引くまでがいい。そうです。それでじゃあ言えないぐらいのものを決めると。そうですね。めっちゃ手伝いでもね、羨ましい感じが、今日は競馬場に来ました。オートレーサーですけど、何か競馬とか見ていて自分のこのオートレースに通じるものはありますか。その騎乗、ありますね。騎手の方って結構内股でこう、乗るじゃないですか。オートレースも意外にこう締めて、気に締めながら乗るんですよ。そういうところはやっぱりスタイルに似てるのかなと。でも、競馬はアリバスと言いますけど、愛車ですもんね。そうですね。堀選手は埼玉県川口市の関節症の でそこのロッカーに私も何度も取材に行ってるんですけど、森選手ね、森さんのロッカーに行くと 98% ぐらい愛車に向き合ってるんですよ。それだけ好きね。そうですね、整備は大事なんですね。でも、逆に言うとすごい調子がいい時はあんまり向き合ってないんですよ。
あだから調子悪いから向き合わなくちゃいけない。あ、なるほど、はい、そういうことですか。そういうことなんです。やっぱね、エンジンがこう調子良くてそこまでもう手かかんないんですよ、はい、でもうダメな時ってもうとにかく部品交換をしながら調整をしなくちゃいけないので、はい、まあ、常にこう向き合ってないといけないんですよね、はい、で最近もうずっとです。そうですか。もう全然調子が上がらないんですよね、はい、なんか冬場になってからですね、うん、今ちょっと苦戦してるんです。苦戦中ですけども、はい、これからちょっとリクレスもありとかなので、そうですね、生き物でもありますし、競争馬に対して声をかけるときに、はい、あの川田騎手がですね、いわゆるお嬢さんみたいなんですけど、どうですか、森さんはその愛車バイクに対して声かけたりとかすることありますか。あの毎日レースの前、はい、毎日レースの前は、ね、僕の愛車はあの23キロですよ、だからあのオートバイにまずメッシャスをかぶってレース始まる前に、はい、23分今日もよろしくお願いしますって頭を取ります。それ古墳の中で言ってる。いや結構声出ちゃってるかあ、そうなんですか。それぐらいやっぱり愛情。そうですね。あとはもう帰ってきたら、あの買ってもらってもありがとうございました。はい、返事に行ってますね。全然返事はしないですけどね。返事だけ。うん、まあでもね、それは走りで答えてくれる。そうですね、まあ、いうことかもしれない。そうですか。まあ、そんなね、オートレース大好きのもちろん職業ですからね、森さんは。はい、オートレースの話もちょっと載せていただきたいんですが、堀選手は、まあ、簡単に私説明させていただくと、まあ、ご存知の通りトップアイドルから1997年に、オートレースに来て、もう本当に短く言いますけど苦難を乗り越えてですね、2020年に、日本一、日本選手権オートレースを優勝されました。これはまあ感謝から見せていただきたいと思います。あのお父さん、そしてファンの皆さん、さらには仲間たち、約束を果たして、はい、いやでも本当20年経っても優勝できてなかったので、はい、あの40超えてからかだったので、もう、はい、本当諦めかけそうになったこともあったんですけれども、はい、やっぱりその約束だけは守りたいなと思って一生懸命、まあ、整備したりトレーニングしたりして、やっとだったので、もう本当に嬉しかったですね。初の SG が日本選手権。そうですね、一番取りたかったタイトルを取れたので、地元でね。そうですね、うん、そうでしたけれども、ただそのもう頂点に立った翌年に3ヶ月ね、はい、私ちょうどあのそのレースを実況していたので、もう声も出ないぐらいちょっと衝撃的な、事故だったんです。そこからどれぐらい去年かかりました。ミスターガバさん、2年3ヶ月です。ですね、はい、壮絶な日本人だった。そうですね、大変でしたね。あの本当に他やったんですけど、はい、背骨にプレートがびっしりしたんですけど、それが濡れるまでが1年あったので、その間がすごいきつくて、まあ、もう猫背にもなれないし、はい、靴下も自分で履けなかったり、ミスターやめてよ、仰向けで寝れないし、ですから、生活の中でまた走るっていうね、まあまあね、本当にオートレースが好きなドキュメンタリーなんで、まあそれぐらいに好き。そうですね、はい、その情熱で乗り越えられた。そうですね、うん、まあ、あとはやっぱりファンの皆さんのあれ、高い言葉で、はい、それが去年の春、去年の春ですね、はい、に復帰されて、そこからもう輸出もね、2桁ぐらいしてるんですけども、実力優勝ありましたね。そうですね、ただね、あの位置で優勝できてないのが、はい、やっぱりちょっと心残りですね、今。あ、そうですか、はい、うん、どうなんですか、怪我する前と今どれくらいまで戻っているか。力の入り方は、まあ、やっぱりもう 70% ぐらいしか入らないんですよね。あ、そうなんですか、はい、でも、まあ、体重をそこから減らしたり、はい、あの怪我する前に3、4キロ減らしていってみたりして、はい、まあ、走り的には8割ぐらいまでは戻ってきてると思います。
8割ぐらい、はい、うん、あとはやっぱ感覚ですね、はい、あの整備する感覚とか、ね、あもうちょい戻ってくればまたもう少しいけるのかなと思います。そのあたりもね、皆さんぜひレッスンにも行っていただきたいと思うんですけれども、そんな森さんは、19日に50歳になりますが、その翌日からビッグレースを控えております。そうです、やっと一番でかいレースに出れることになりました。そうですね、はい、2月の20日からですね、拍手ありがとうございます。よろしい、はい、SG の全日本選抜オートレースという大きな大会がですね、中国の川口オートレースで20日から始まる。そこへのちょっと意気込みもまだ皆さんいいですか。ちょっとね、最近苦戦してて、調整が間に合ってないんですけれども、はい、今週から浜松3日間行って、その3日間でいろいろちょっと部品交換とかやって、少しでも仕上げられたらいいなと。あとはまあ SG 6日間開催になったんで、まあそこまで焦らないでもいいのかなっていう、一日伸びてるんで、はい、まあ気合入れて、ね、準決勝ぐらいまでまずは準決勝ぐらいまでっていうふうに頑張りたいと思います。皆さんどうぞご注目いただきたいと思います。誕生日とかで何かメール来たり、まあこの前しんこちゃんか、しんこちゃん誕生日だったんで、はい、まあおめでとうとは言ってましたよ。あ、そういうやり取りは続いて、はい、続いてます、はい、あ、なるほど、はい、ということはまた大きなレースで活躍したりすると。そうですね、はい、うん、そういった活躍会いたいんですよね、なかなかねえ、はい、まあ、パワーゾーンとかね、はい、お会いされましたけども、またそういったシーンをたくさん撮っている方もたくさんいらっしゃると思いますのでね、お待ちいただきたいと思います。さあだいぶね薄暗くなってまいりまして、肌寒くなってきました。お時間もちょっとそろそろということで、ね、最後に東京競馬場にこの細川にお越しいただいた皆さんに一言お願いします。はい、寒い中皆さん集まっていただきありがとうございます。これからももっともっと活躍できるように、車検買ってくれたファンに、還元できるように一生懸命してますので、ぜひオートレースもよろしくお願いいたします。ありがとうございました。森一郎さんでした。ありがとうございました。マッチングのお時間でしたけどもね、お時間となってしまいました。最後までお残りいただいて誠にありがとうございました。ご自身の話もありましたけれどもね、今度は2月の2日から、オートレース界一番有名の戦いに出場の方が埼玉県のサウスオートレース場に行われるということで、森選手をそこで走ります。ぜひ、サウスオートレース場にもお越しいただきたいと思います。